東日本大震災からの復興を願って東北6県の祭りが一堂に集まる東北六根祭が青森市で開かれています。青森ねぶた祭りや秋田竿燈祭りなどに加え、東日本大震災で被災した青森県八戸市の八戸三社大祭の山車が今年初めてパレードに参加しました。震災の犠牲者の鎮魂と震災からの復興を願って2011年から毎年行われているこの東北六根祭は、宮城県仙台市から始まって今年で東北6県を一巡しました。昨日はおよそ17万人が沿道に詰めかけました。祭りは今日も続きます。